バーチャル忍者サルトビシア。1分で英文法をまとめるよ。今日は英語の語順。英語は語順を大事にする言語。私は G カップが必要ですという内容を伝えたい場合、日本語なら G カップが私は必要なんだよでも伝わるし、 G カップが必要なんだよ私はね、いや私は必要なんだ G カップがね、でも意味の重点に違いはあるものの内容そのものが変わることがない。しかし英語の場合、日本語と違って語順はかなり固定される。原則としては主語、述語、その他の要素の語順。だから普通に私は G カップが必要ですと言いたい場合は I need a G カップ。これ以外は特別な事情がない限り許されない。日本語は語順を気にしなくても大丈夫。携帯素、つまり手におはなどの文法的目印をつけているから。日本語の他にハンガリー語、韓国語、エスペラント語、テルグ語なども同様。こういう言語は膠着語と呼ばれるよ。対して英語にはテニオハにあたる目印がないから、語順をバラバラにすると意味がわからなくなっちゃうんだ。